一方スタートから北浦水原エリアの水門を狙う川村、ここまで無反応である。いるとは思うから食わせ方を見つけるだけなんだよな。今ちょっとボトムからは離してます。中層をこう流れに登りたいけど登れない小魚みたいな。ライトキャロで、ライトキャロ、まあ、進化タングステンの 2.6g だったかな、軽めです。で、まあ、ラインがこれ 4.5 ポンドなんですけど、この水ベルとの間にパイプ入れてラインちょっと保護してます。結び目ちょっとリーダーの長さもあるんで気をつけてください。多分いいのは石積みの周りとこの流れが及ぶ割と近場と、その2つだと思うんですよね。本当はここに行きたいと思うんですよ。パスもちょっとコイがいっぱいいるからちょっと離れたところにいるかもしれないですね。1投ごとにトレースコースを変えながら広範囲を探っていく。コースをここの流れも釣りたいけど、石積みの先端も釣りたい。石積みに流れがかすめるコースを通していく。だが反応がない。今度は流心をサーチすると、待望の生命反応がロッドを伝う。来た、キャロにしたら来た。よし、いいサイズだ。お、気に入ったね。キャロにして何投目 ?5 投目とかでしょう。よし、これはいきなりいいぜ。やべやべ。よし、取った。よし、ライトキャロブレーバー5インチで、なかなか昔っぽいでしょこのリグでもね、やっぱりリグはその場にあったものが、沖に投げるんだったら横リグじゃなくて横に泳がせるライトキャロ、筋肉質だ。これね、1匹じゃないと思うんですよ。ほんとそのバスのこの中でのつき場と食うものを見つければ、もう1匹くらい出せるかもしれない。よし、はい、じゃあ計測ですね。うれぴー。880。ナイスキーパー。いいね、一発目から。880、やっぱりいい条件にはグッドコンディションの魚がいると間違ってなかった。よし、そこにいる魚は必ず釣る。開始からおよそ1時間で1匹目をキャッチ。で、今流れのちょっとコースを最初石積み側釣ってて何もなくて、この流れが当たるもうど真ん中に投げたら食いましたね。だからちょっと同じところ集中的に流れの筋を釣っています。で竿でスーッと引いて、でブレバーがちょっとこうシンカーが斜め上に行くのと一緒でちょっとだけボトム切ってスーッと泳いでシンカーがトンってついてふわーってちょっとの落差ですけどフォールするの繰り返し。シンカー重いとボトムへのタッチが強すぎちゃってちょっとプレッシャーかけちゃうのと、こうスローなロッドストロークでシンカーが浮かせられないんですよね。これぐらいのスピードでも今のこの糸のがちょっとこう斜め上に立ってる角度でちょっとこのワンストロークでシンカーが軽く浮いてほしいんです。だからこそそのボトムにあるワームがちょっとこう上に浮いてこうハゼみたいなのがボトムからスッてこう浮いて泳ぐ感じで魚から発見されやすいだろうし、だけどそこからまたシンカーがボトムついてちょっとこうふわっと漂うふわせの間になる。もうライトキャロってやっぱいいな。広範囲を割とスピーディーにチェックできるし、それでいて食わせも強いから、広く探ってしっかり食わせるっていうバランスがいい。ネゴリグこの距離投げで引っ張ってきたらよりは全然速いし楽だもん。だが同じコースでは反応がない。今度は右側の石積みのエッジを探っていく。際にいた。でもキーパーはあるだろう。うわ、うが出てきやがった。どっか行け。貴重なキーパーだから大事に。ちょっと切り返した瞬間取れそうだな。かかり浅かった。これ抜いたらダメかもな、このサイズでも。来い。よし、多分あると思いますキーパー。一応測ってみないと分かんない。微妙かも。あってください。よいしょ、30cmでしょ。ライアン系全然ないじゃん。うわー、なかった。ノンキーパー。よしよしよし。そうこの後回るのがブッシュなんですよ。でもちろん夏のブッシュって濃い影作ってればいいんですけど、問題はその立地条件で流れがある川なんかにあれば最高なんですけど、今回だとこの後回る霞ヶ浦本湖のブッシュはこの時期いるのかな、微妙で。そんな中にもちょっと確率高いなっていうのは流々河川の河口にあるブッシュ。ただそれも思い浮かぶの何箇所もないんで3箇所ぐらい心もとないですよね。だからここでリミットメイクできたらどんなに気が楽かって。本来の川村は乱眼したりタイミングを見計らって釣りをするアングラーである。今回ライトキャロを用意していたのはこの水門に時間がかかることを想定していたからだ。ライトキャノンでしょ。あれはね、感じるものがありましたね。ライトキャノンはやっぱ怖かったですよ。うん。怖かったですね。むしろ孝太郎のタックルにスピナベとかクランクとかそういうのがついててほしいなって思うよね。そうすればなんか。さすがの孝太郎もちょっとこう地元とはいえ、ね、よく通ってたフィールドとはいえこう今見えてないのかなとか、今を釣っていかないといけない状況なのかなとかって思うけど、うん、あのキャロにはちょっとこう感じるものがあったよね正直。川村の食わせか、あるいは伊予部の乱眼か、対局にある両者の戦いはまだ始まったばかりである。外名坂浦を探り終え、次に伊予部は北利根川へと向かっていた。フィールド自体が川であり、絶えず流れが発生しているこのエリア、季節を問わずバスが狙える霞ヶ浦水系のメジャーポイントである。ああ、でも水悪くないよね。あ、ベイトもいる。ほら、いっぱいいるね、ベイトね。うん。あ、いいじゃん、いいじゃん。いい感じ、いい感じ。水の濁りの中でもさ、これちょっと良さそうな濁りってあるよね。日が昇りきってしまったため、トップウォーターからスピナーベイトにシフト。これで食ってくる魚はでかいはず。ここ朝とかだったらトップ出たかもね。なんか雰囲気がね。超釣れそうだね。終わんないよな、釣れないんだよな。釣り取ったら食うもん、一発でボンって思ってた以上に川に流れもなく、水に流れもなく、日差しも強くシェードも少なく、まあ難しいなっていう判断から、まあ、若干映像を変えて、下げることによって食う魚がいるんじゃないかってことで、スピナーベイトに切り替えていったっていう。おかっぱりでこの水系やろうと思うと、ものすごいカバーが豊富なんで、そのある程度引っ張れて、である程度攻めれて、である程度早くっていうのが求められてくると、やっぱりスピナーベイトかなっていう。普通に巻いとっても食わんなっていうのは思っとったんですよね。だけどまあ多くのアングラーが訪れるこの霞水系で、自分がそういう魚を拾っていこうと思ったら、その狭いプロダクティブゾーンに入れ込んでからの数メーターが勝負かなっていう。今田五百部はバスがいるエリアを探している状態にある。打撃系のアプローチよりオールレンジをスピーディーにサーチできるスピナーベイトに分があると考えていたのだ。こういう足際スピナーベイトドーンってこないかな。なんか折ったら一発で出そうな雰囲気はあるんだけど、あ、これなんかあれだね、水抜いてんだね。ここが濡れてるもんね。うわ、出てきそうだな。スリーピン。あ、バス、俺ストップ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 。パソったわ。すくった。逃げたわ。でも完全にさ、餌食いたくて上がったんやもんね。いいバスだったな。初めてバス見た。スーパー一瞬で逃げたね。見えバスは逃がしてしまったが、バイトにつなげる糸口はつかめたはず。そして次第に風が吹き始めた。五百部の反撃はこれからである。どうやって釣ったのか、どうしたら釣れるのか知りたい方は釣りビジョンクラブをチェック。クラブ会員にはもっと釣りが楽しくなるスペシャルな特典が盛りだくさん。釣りビジョンクラブ。